ために戦う。ならば聞こう、このエオルゼアに真実はあるのか。虚偽で塗り固められた教祖、義変によって作られた町、抹着するために語られる神、欺瞞に満ちたエオルゼアに真実はあるのか。万神の出現に人は恐れおののき、恐怖を拭うために人が戦う。おかしいとは思わぬか。この地を守るというエオルゼア十二神、己の守護神と仰ぐなら再び呼び下ろすがいい。あのカルテノの時のように。そして神を呼ぶ代償としてクリスタルを食らわせ、エーテルを吸わせればいい。ウヌラは気づいているはずだ。十二神もまた万神に過ぎないと。その力に頼れば地は滅ぶと。この真実を知ってもなお愚かな民が偽りの神にすがるのはなぜか。賢人ルイゾアまでもが神にすがったのはなぜか。オサが、オーが、異星者が力なき弱者だからに他ならん。人の世は人によって支配されてこそ初めて存在価値がある。人は太古より他者との争いで自己を鍛え、奪うことで富、支配することで栄えてきた。つまり争いの果てに強者が弱者を導く先にこそ未来があるのだ。力なき弱者が民を導くゆえに偽りの神が呼ばれ、地は枯れ、命は死に絶える。ならば力ある者が支配すればよい。欺瞞に満ちたこの地で愚かな民を救うための真実はこの一点のみに他ならない。英雄と呼ばれる貴様たちを倒し、我が力を天下に示そうぞ。エオルゼアの真なる王としての力を。そしてエオルゼアは神聖するのだ。力ある我が手によって。
教えてやろう、力の使い方を。クリスタルの加護を受けている。その光の加護がこの者の力を増幅させていると。さよう。光の加護を打ち払うには闇の武器で打ち払えばよい。アルテマウェポンにはお前たちに明かしていない本来の力、究極の武器がある。究極の武器。古代アラグ帝国の超文明ですら、その表層しか解明できなかったアルテマウェポンのコア、
黒聖石サビク。そのコアの中にはある魔法が秘められていてな。魔法だと？その名は究極魔法アルテマ。半身たちを吸収したのもこの本来の力を取り戻させるために過ぎぬ。これこそがアルテマウェポンの真の力。アシエンザハブレア、貴様何を考えている？私の考えは元より変わらぬ。真なる神の復活、これだけだ。ウェポン、我が真なる神の一端を見せてみろ。ウズナス生命の色、七つの扉開き、力の塔の天に至る。アルテマ、何なのだこの威力は。このような武器がこのアルテマウェポンの中に。さすがにこの者の身を守るので精一杯だったらしいな、ハイデリンよ。ガイウス・ヴァン・バエサル、貴様の望む力は与えた。さあ、思う存分戦うがいい。アシエン・ラハブレア、貴様には戦いの後聞きたいことがある。しかし今はこの者らを倒し我に力ありと証明する。どちらが真に持つものなのか決着をつけようではないか、冒険者。
から亡き者に導かれ、神にすがるがゆえに世が乱れる。愚民を作るのは弱き為政者、弱き為政者を作るのも愚民なのだ。誰かが力を持たねばこの流れは断ち切れぬ。貴様ほどの力を持つ者がなぜこの真理を理解せん？貴様が力を求めたからこそ、アルテマウェポンを、そして究極魔法アルテマを授けたというのに。所詮は人の子か、この程度のものとは。この星の断りは乱れている。このままではいずれこの星のみならず、物質界、エーテル界、世界をなす全ての法則が乱れるであろう。そしてそれは星に救う妙想、ハイデリンが元凶。母なる星を守るためには病巣を焼き払い、断りを正さねばならない。そのためには我らの真なる神が再臨するほかない。我らアシエンの主、絶対の神の再臨にはこの地により大きな混沌が必要となる。そのためには神を狩るお前たちの力が邪魔となるのだ。この黒き城と共に消えるがいい。ハイデリンの光の使徒よ、闇に抱かれて消し飛べ。その光を武器に変え、闇を切り裂くのです。
つなぐというのか。聞いて、感じて、考えて。クリスタルに導かれし光の戦士よ、あなたの心の輝きにより闇は払われました。ですが、この星に根付く闇は全て失われたわけではありません。深淵に潜む闇の神、かの者を消し去らない限り世界から闇が消えることはないでしょう。しかし光の意志はエオルゼアに息吹ました。あなたを主として、この光の目はいずれ大樹となり、この地を、この星を救うでしょう。あなたに感謝と祝福を、光の戦士よ。次はあなたが導くのです、エオルゼア、この世界を。報告します。ソーダ島全体撤収完了。同じく不滅隊撤退完了。メルウィブ提督、国家団も全員無事でさ。
あいつはまだなのか。シド、連絡はないのか。ダメだ、リンクシェルにも応じねえ。クソ、ダメなのか。諦めちゃダメだ。祈りましょう、無事に脱出してくるの。シド殿、今からでもエンタープライズを出せませんか。あの冒険者とここにいる暁の血盟は今の時代を生きる光の戦士たちなのです。私たちはもう二度と光の戦士たちを失ってはなりません。分かっていますって。しかし無茶だ、あの爆発なんですよ。ええ、どうすればよいのだ。光よ、クリスタルよ、どうかあの人を導いて。願いなさい、そしてあの者を思うのです。強く強く。来た。見ろ。あの時はどうなることかと思ってさ。はいはい、だいたいイダのせいだよ。本当に良かったわ。忙しそうだな、牛親父。猛将も殿下の前では肩なしだな。天使い、アッシエンか。ここに来て我々の歴史に介入するつもりとは。サンクレットの闇のクリスタルは破壊された。しかし奴らがこれで滅びたとは思えん。奴らの真の目的とは何なのだ。そして絶対の神とは一体。まだ戦いの火種は消えていないということか。だが、今はこの平和のひとときに酔いしれるのも悪くない。おじいさまが理想に掲げた真の平和への第一歩なのだから。我々は帝国の切り札アルテマウェポンを撃退し、闇の勢力アッシェンを退けた。エオルゼアの当面の危機は回避されたと言えよう。これらは賢者ルイゾワの意志を継いだ暁の血盟と
そこに加わった一人の冒険者の活躍によるものだ。私たちは見失っていた国の垣根を越えた絆の力を。私たちは気づかされた困難に立ち向かう勇気を。エオルゼアはまだ多くの問題を抱えている。猛威を振るう万神万族の問題、各々の国内問題もまたしかり。軍団長を失ったとはいえ、ガレマール帝国の軍勢が去ったわけでもない。しかし我々が絆を忘れずに一致団結でいる限り、暁の決命がある限り、そこに冒険者がいる限り、私たちはこの困難に立ち向かっていけると信じています。いつの間にか我々は自分が語り聞き守っていくのは自国の民だけだと思い込んでいた。しかし私たちは各々の国で生きる前にエオルゼアに生きています。この神々に愛されしちエオルゼアが平和でないと国など意味がないということに気づかされたのです。我々はグランドカンパニーの名士として話し合った。グランドカンパニーはそれぞれの国を守りつつ、もっと広くエオルゼア全体を見渡していくべきだと。そのために常に相互協力していくべきだと。今すぐには動けないかもしれない。しかし近い未来、それは国家や民族といった枠を超えた一つの意志としてまとまっていくと信じています。グランドカンパニーエオルゼアとして。5年前のカルテノーの戦い、そしてそれより始まった第7霊災は多くの犠牲を出してきた。これは忘れてはならない事実だ。犠牲者に再度哀悼の意を示そう。しかし我々は生きている。ここに立っている。平和を守るために散っていった同胞の思いを無駄にしないためにも、我々は前に進もう。絆は一人の冒険者のもとに集いし、光の戦士たちによって結ばれた。これからの新しいエオルゼアは他の誰でもない君たちが作っていく。私たちがこれまで生きてきた第六西暦は第七霊災をもって終焉しました。第七霊災もまた人々が絆を深め合い終焉を迎えるのです。今我々は第七霊災の終焉を、そして今ここに新しい時代の幕開けを。第七西暦元年を宣言するものである。神聖エオルゼアの誕生だ。
どうかしたの？今の遠吠えは一体何の音だ？至急調査すべきでは。しかし何が原因かもわからないのでは。大変です。バンシンが、新たなバンシンが活動を開始したとの報告がありました。カーンセルフ、バハムル・ムーブート。ワヌヌ・アザザズ・ムーブート・スダナ。いや、フアム・ザバログパウ・エクイハジ、ハワドーヌ・ズル・ウギウドーヌ。ウィエンネクト、スター・ブチェズ・ムブート、ジオン・リカーズ、ダ・ポーズ・ライド・ビアラル。サジタリアズフォルム。